どうも、くまです。今回は新しく来たイベント、ライトビハインドユーやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあ、イベント内容はちょっとスキップしながら飛ばしますので、見たい方はね、ぜひね、イベントに参加してみてください。で、多分今回ね、確か光有利だったはずなので、光で来ましたが、合ってるのかな？なんか違う気がしてきたぞ。待ってくれ。なんか違う気がしてきたぞ。え、なにこれ？ちょっとこれ詳しくわかんない。バレット8。なんかあれだね。すごい近未来的な戦闘ですね。バレットが0だと使用できるのか。なるほどな。いや、ゼタ欲しいな。今回の、ベスで出ないかな、ゼタ。まあ、そう簡単には出てくれないけど。確かね、今回のイベントではゼタが手に入るはずなので、かなり楽しみですね。さあ、メインの火力が、いいっすね。いいっすね。なるほど。このキャラ強いですね。OK、突破と。で、今回の、イベント、ちょっとまだ報酬がわからないんですが、まあそこそこいい報酬があれば、まあダマスカス外傷とか、まあそういうのがあれば、基本的には1日でね、またクリアしていこうと思うんですが、やる日付ですが、ちょっとね、環境が整うかどうかわかりませんが、できれば1月1日、ここから始めていきたい。うん、1月1日の一発目の生放送で、これをね、クリアしていくのも、まあ面白いんじゃないかと思ってるので、まあできれば1月1日にやりたいんですが、ちょっとね、どうしても今パソコン変えてる関係上、うまくいかない可能性もあるので、まあその時はね、ちょっとパソコンがダメだったのかと、まあご了承いただければ幸いでございます。いや、今回、バザラがかっこいいね。なんか闇のバザラガより全然かっこいいね。月のバザラガの方が。これ若かりし頃とかそんな感じなのかな。まあ今はね、鎧に包まれてる姿ですが、闇のやつはね。うん、どうなんだろう。まあ今回のレジフェスで新しく追加されたキャラということで、ゆく年来る年の、まあキャンペーンがまだやってるのでね、できれば当てていきたいね。まあ、ただちょっと小野有利ってところが寂しいところではありますが、なるほど、こういう感じで来るか。こういう感じで来るか。どうしようか。まあ、光で適当に行きますか。まあ、多分、メインクエ進める分にはそんなに難しくないんじゃないかなと思ってんだけど、どうなんだろう。このユーステスとか持ってないからわからないな、使い方が。ちょっと見ようか。まれに麻痺効果。まあこれは普通に使っていいね。扇ゲージを充電に変換。うん、ちょっとこれわかんないね。ゼタはもうフルでいいでしょ。よし。主人公以外やっぱ軽く出ないね。貫き槍。主人公以外はちょっと期待できない感じだなこれ。主人公の扇ゲージはたまんないか。オッケーオッケー。まあできればフルチェで倒したいので、ここは一旦待ちましょう。さあ、ここでフルチェで倒せますね。まあ主人公がここは主なダメージソースって感じでしょうか。さあ、クリア。ちなみにこのライトビハインドユーっていうこのイベントは初のイベントなんですかね。私見たことないんですけど、多分初かなと思っております。
超ゼタが難しいこと言ってる。超ゼタが難しいこと言ってんぞ。はい、ここでゼタが仲間になると。で、イベント期間中に信頼度を最大まで上げるとパーティーに正式加入しますということで、まあイベントの編成とかに、まあ、周回する場合組んでいけば割とすぐ仲間になるので、まあここら辺はね取り逃さないようにしましょう。このゼタね、仲間になると別に強いわけではないと思いますが、キャラ揃ってない方にとっては、まあ、なかなか使えるんじゃないかなと思ってます。あとキャラ揃ってる方でも、報奨石50個の価値があるので、まあ、割とね簡単に50個手に入れられると考えればかなりね有用なキャラなんじゃないでしょうか。じゃあこのマルチ、あ、やっぱり光で合ってたね。行ってみましょう。ちょっと AP が今ねあんまりない状態なんで回復が必要そうだね。まあ、ここはもうぶっぱでいいでしょう。まあそこまで強い敵ではないはず。まあ、シュバ剣でね結構 HP が漏れてますね。まだシュバ剣最終上限解放1本もしてないので、実はね弱い状態なんですが、まあ、今後ねシュバ剣の最終上限解放4本ともねやっていきたいんだけど、剣入れがなんといっても足りない。本来は、12月31日グランデフェスで全部回す予定だったんですが、ちょっと私がね見誤ってたせいでグランデフェス回すことができませんでした。なんで次回グランデフェスで、一気にね300連回していこうと思ってるので、まあ、そこで剣入れがなんとかねいっぱい手に入れば、ここら辺開放ついにねついにできるんじゃないかなと思っております。ということで、ね、このマルチ、まあ、そこまで強敵ではやはりないですね。さあサクッとクリアと。じゃあ4話いきましょう。まあ基本ねちょっとスキップでいってるんで、内容は後でちょっと私の方も確認しておきます。時間がある時にね、うん、ここは確認して、まあイベントの内容、いいイベントはすごくねいいストーリーなんで、まあ見とくのがいいのかなと思います。まあ今回はちょっとスキップさせていただきます。さあこれで4話クリアと。で第5話になります。全てで多分第6話構成だと思うので、もうすぐクリアとなります。いや今回の EX が強いかどうか、ここが非常に気になるところ。まあ EX の周回がメインとなってくるので、この EX の周回が辛いとなかなかねイベントのクリアに時間がかかってしまいますが、おバザラガ戦か。ごめん、ちょっとこれ効果わかんないから。おお、やる。でもこれブレイクとかなさそうだな敵に。あ、ちょっとこれもったいないね。お、かっこいい。これが今回の SR ゼタですね。やばい、なんか落ちそう。ギリギリ。バーザラが強いね。さあ次行きましょう。これで5話クリアと。残すところ6話、そして EX ですね。さあ行こう。ルシ130使っちゃうか。なんかもったいない気もするけどね。弱いな弱いな。まあここはねレベルの低い方でも回れるような難易度設定になるので、マルチがなかなかクリアできないという方は今だとね救援に流すと多分すぐ来てくれると思うので、マルチに流すのがいいのかなと思います。多分まだちょっと見てないんであれですけど、マルチのねなんかデイリー報酬もあったはずなので、そこのデイリー報酬もしっかりね受け取るようにしましょう。まあそれは後ほどねちょっとどんな感じか見ていきましょう。ユーステス結構かっこいいな。ちょっとトリッキーそうで使いにくそうですが、そしてね銃というのがまたねオメガケンパには刺さらないのでさらに使いにくそうですが、
アザラガとゼタか。これは多分オート放置でいけんのかな。あ、ちょっともったいなかったね。かっこいいな今回の SSR バザラが。かっこいいなこれ普通に。あ、これオートでいけますね。これは誰でもオートでいける感じですね。扇でトリプル率アップは結構強いですね。 SSR とは思えない強さかもしれない。もしかしたらこのゼタ非常に使いやすいゼタかもしれない。さあこれで第6話クリアと。まあ、こういう1回でもクリアしとけば後々ルリアノートで見れるのですごい便利ですね。はい、じゃあ EX やっていきましょうか。まあ、どれぐらいの強さなのか。ここを周回することになるからね、非常に気になる。まずはいつも通りスキルをポン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 と使っていきましょう。まだ光はねオメガ剣編成ができてないのであまり連撃が確保できないんですが、まあ、アーミラがいるおかげでねそこそこ殴れます。ただ主人公がねどうしても遅れてしまうっていうのがこの光パの欠点ですね。さあ 90% ぐらい削れてる状態から素殴りでどこまで持っていけるのか。硬い硬いこれ。結構周回めんどくさそうですねこれ。硬いね、これは硬いわ。まあ、いっか。多分周回するときはある程度投げちゃった方がいいかもしれないですね。まあ、多分イベントやってるのですぐ集まりはいいと思うので。うわ結構これ硬いね。まあアーミラが変身する隙があるほど硬いかと言われればそうではないんですが、まあ、なんか AT 中に奥義ワンパンで倒せるなとかそういうレベルではなさそうですね。まあ、どうしてもねこの光パー闇パー使う場合の敵っていうのは相対的にね硬い、これはちょっと運営の方針なのかちょっとわからないですが相対的に硬いと感じますね。さあこれで一応クリアかな。さあエンディングですね。はい、でチャレクエが出てきましたのでチャレクエやる前にまずはこのノーマルクエストフリークエストやっていきましょう。まあここでね基本的には EX を自発するための素材を集めるって感じですかね。まあベリ派でも集まるから、まあどっちが効率いいのか、まあ、どっちもどっちといった感じなのかな。あれここ自発素材出ないね。さあミッションも出てきましたがまずはここをクリアしちゃいましょう。いや結構硬いなやっぱり敵が今回硬い、総じて硬い気がする。さあフリークエストもクリアと。 OK、 じゃあチャレンジクエストやっていきましょう。チャレンジクエストはしっかりねテキストの内容を読まないと死んじゃうので、上層部からまあここはいいや。うん、何もコメントなしか。ちょっとここの性能をはっきりしとかないとダメだな。自分の HP が少ないほど大ダメージ、味方全体の扇でゲージアップ、ステータス大幅アップ。よしで付与して、これはアルベス、うーん分かんない、多分これ使っていいと思うんだよ。で今バレットが、9あるんでこんな感じかな。さあどうでしょうか。普通に殴っていけばいいのかな。うわ結構強い、耐性がついた、火ダメカットもついた。準備が整うまで鎧
チキンに時間を稼いでもらう。何鎧チキンって何とりあえず準備が整わないとダメってことね。あ、じゃあこの辺バフ使わなきゃよかったかな。まあ、準備ができるまで繋ぐりましょうということか。装甲弾の準備というのは、これですか。ちょっとわからない。違うな。なんだ装甲弾って。なんだやばい、一方的にやられてる気がする。え、合ってないのかなこれ。ちょっと装甲弾って、どれ、奥義撃っちゃダメかな。でもダメそうだよねこれ。あ、攻撃号令なんか変なのが出たね。今だと。じゃあ今行きましょう。さあ攻め時だというのになかなかダメージが出ない。ていうかアビリティをこれは使わなきゃよかった感じかな。多分そんな気がするな。あ、使えるものは使っていきましょう。さあもうちょっと、さあ頑張ろう。オッケー。てか今回あれだね、 SSR の土バラバラバザラがあれだね、奥義加速って感じ。いいねいいね、土バザラがちょっと言いにくいけど。さあこれでね、一応全てクリアすることができました。でデイリーのミッションでこんな感じで、マルチバトルに参入すればレジェンドガチャチケット、これは報奨石300個分なので非常に重要ですね。これが手に入るのでこれはね欠かさず入手いたしましょう。そして報酬の方を確認していきましょう。まず報酬の SSR の召喚石、まあ、40% アップはいらないかなということでこれはスルーでしょうか。であとは累計は多分400万のいつも通りダマスカス自生粒子ですね。ここを目標にやっていきましょう。それでは1月1日できればね、1月1日に生放送しようと思いますので、ぜひご参加よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね。